フォントネイコールルイコールコントは、フランス、ペイドラ・ロアール地域圏、バンデ圏のコミューン。テーポ・ワトゥ地方のかつての中心地である。南バンデ平野に位置し、セーブル・ニオールテーズ側の支流バンデ側に接する。戦士時代より、フォントネイコールルイコールコントには、定住地があった。町の重要な存在であった泉がその語源である。ガロローマ時代は、 この町を含むバンデ全体がポワトゥーに属していた。中世の間、戦闘拠点として昇格した町の城の防衛は、歴代のポワティエ博によって強化されていた。その補助は、モレオン家とリュジニアン家が継承した。アルフォンス・ド・ポワティエ支配下の1242年、フォントネイコールルイコールコントはテイポワトゥーの中心地となった。布地や革製品産業を通じて、中世移行町は、 経済発展を遂げた。1361年、フォントネイ・コール・ルイ・コール・コントは、イングランド軍に占領され、11年後に、ベルトラン・デュゲクランのフランス軍によって奪還された。街は100年戦争でひどく揺れ動いた。その後、フォントネイは王室の保護下に入った。1472年3月に交付された、特許状によって、ルイ11世は、住民の権利を確認した。 ルネサンス時代、あらゆる国から商人たちが訪れたという毎年、開催される王公人の死によって、街の評判は高まった。フランソワ一世は、フォントネイコールルイコールコントにフォンテーヌイソース、ジェイリサントデボーエスポーリーというモットーを与えている。ルネサンス時代のフォントネイは、黄金時代であり、優れた建物が街に建てられた。テールヌーブ城、邸宅、 コミューンモ文ン章の遺章になっているカトルティアの泉である。フォントネイコールルイコールコントは、ユグノーの町であり、ユグノー戦争中には8度の包囲戦が行われた。1621年に、フォントネイの城は廃止された。17世紀、なんとの直霊の廃止によって、ユグノーの町の産業は打撃を受け、経済の衰退が加速化した。18世紀中に、旧市街は、 再開発され、大きな通りが設置され、バンデ運河が張り巡らされた。フランス革命は、町の転換点だった。1790年、テイ・ポワトゥは、バンデ県創設と共に消滅し、フォントネーは、小合町所在地となった。1793年、旧体制の痕跡を全て消し去ろうとする、国民公会は、町の名を、フォントネイコールルイコールププルと改名させた。 同じ年、バンデ住民は、共和国政府に対して放棄した。共和国寄りで県の将軍庁所在地である、フォントネイコールルイコールププルは攻撃の標的となった。1793年5月25日に、フォントネイは占領され、3日後に打ち捨てられた。フォントネイは、バンデの講和の間にも共和国支持であった。1804年、フォントネイがあまりにエキセントリックであり、 バンデ住民を刺激しないためにナポレオンはケントをフォントネーからナポレオンバンへ移した。フォントネーは再びフォントネイコールルイコールコントへ戻された。1812年、フォントネーはモンテギュの代わりにバンデ県の副県ととなった。19世紀半ばから経済が復興した。20世紀初頭に鉄道が町に到来し、ラロッシュシュルヨン、ニオール、ブレシュイール、ラロシェルとつながった。 しかし鉄道関連の開発はほとんど効果がなく、すぐに廃止されている。参照元、1968年以降陰性。ありがとうございます。